これまでの滅亡の光は トリガーを渡してくれないか。一瞬困惑したマルタンにジャスティンは続ける。地球にはまだ家族がいる。だから救いたい、助けたい。これは地球の総司令官としての頼みじゃない。個人として、友人としてだ。喉を湿らせる友人の声にマルタンは静かにうなずいた。この一撃は私の夢でもある。ジャスティン、君に託す。機関マルタンへのエネルギー充填を横目に、残存艦隊は総攻撃を仕掛ける。もはや火力投射計画は崩壊しつつあったが、各艦艇は最終防衛線に到達しつつある惑星破壊兵器から散開しながら砲撃を続けていた。地球艦隊の青いレーザー、ザナ艦隊の緑色のレーザーが入り乱れ、時折要塞砲の巨大な粒子の本流が惑星破壊兵器を直撃していく。35日の結果があと10分でわかる。この局面において待つしかない南はそう感じていた。戦闘に直接参加できず、エネルギーを充填するしかない虚芸の中で、南はいても立ってもいられなかった。地球襲撃による情報の錯綜で、南は自分の肉親と娘がどうなったかも知らなかった。本当ならこの身一つで地球に降りて娘を抱きしめてあげたかった。今の南にできることは、奮戦する友軍艦隊の通信に耳を傾け、最後の一撃を待つことだけだった。オブライエンから漆黒艦隊へ、全艦主砲接射、重粒子砲撃て。直後、漆黒艦隊艦長の低い声が艦内に響き渡る。南は慎重して赤黒いレーザーの光を見つめた。地球を旅立つ日、彼らが加わったことは誰にとっても驚きだった。2年前のアラーズ戦役で世界中で暴れ回った残党は、地球連邦平和維持軍と敵対関係にあったからだ。それでも掃討戦を皮切りに最前線で共に戦った。南率いる第一艦隊を守り、追撃しようとしたザナ艦隊を重粒子砲で葬った瞬間は今なお鮮烈に覚えている。地球は皮肉にも未知の敵を前に一枚岩になったのだ。重粒子砲は深くえぐられた惑星破壊兵器の傷口に直撃し、さらなる爆発を引き起こす。こちら BEP 艦隊、シンクロキャノン発射。長官アレックスの命令をライアンは忠実にこなしていく。ライアンはエッジワース、カイパーベルト、そしてクライストのことが地球人類の後悔にならないことを祈った。地球は一致団結して滅亡の危機を回避した。そう高らかに戦後に言いたかった。この戦いは地球史の最後の1ページにしてはいけない。これからさらなる繁栄を謳歌する地球にとって、宇宙へ進む最初の一歩にしなくてはならない。 BEP 艦隊からの砲撃が次々と惑星破壊兵器に突き刺さっていく。こちらギガフリート、デモーナ艦隊残存に達する。主砲戦車撃て。ハーレンは淡々と号令を下した。最終砲撃が始まる前に帰還したファーイーストはギガフリートに戻ってきたものの、激戦により気を失っていた。地球とザナのハイブリッド戦艦ギガフリートは技術の結集体などではない。地球とザナが共存し共栄することを象徴する存在になる必要がある。6年間世話になり続けたデモーナの死はハーレンの心にかつてない動揺を与えた。恩師の死という悲しさに加え、栄枯盛衰の摂理を覆すという壮大な夢も内心打ち砕かれたと感じていた。ファーイーストの前では唇を噛みしめ、自身の気持ちを隠していたハーレンだったが、弟子が任務を遂行した勇士に胸を打たれた。自身の目指すものを諦めるにはまだ早いということを信念を持って体現したファーイーストに気づかされた。ハーレンはデモーナが常に言っていた、どんな小さなものからでも学びを怠らなければ人に絶望は訪れない、という言葉を思い返した。デモーナ師匠、絶望し諦めかけていた我をどうか許してほしい。こちらビクトル、何でもいい、発射できるものは全て叩きつけろ。すでに機関部は限界に近かったが、依然として3発の主砲を撃つことができる艦は戦場で異彩を放っていた。この戦争が始まる前と比べビクトルは大きく変わっていた。これまでいくつもの星を蹂躙してきたが、地球と戦ったことでそれらの見方は変わった。厳密に言えば地球というよりパウロという男によって変わった。ひとときは相当に懐柔されかけたが、それを救ったのがローマ教皇パウロだった。仲間を見捨てた。その一言でビクトルは立ち上がることができた。倒れそうな背中を誰かが支えてくれた。巨大な戦力と権力に立ち向かうことができた。だからせめてこの戦いを手助けしたかった。
宇宙連邦脱退を以前から表明してきたことももちろん起因していた。だがこの不公平かつ仁義なき戦いを止めたいと本心から願っていた。ヴィクトルは誰とも知らずに小さく叫んでいた。俺を見てろよ。その瞬間、ヴィクトルにとってパウロは確かにそこにいた。惑星破壊兵器到達まで残り10分になった時だった。マルタンの副官が待っていた報告を告げる。エネルギー充填完了。いつでも撃てます。惑星破壊兵器の装甲は8割以上が破壊されていたが、中枢を覆う最深部の強化装甲は打ち破られずにいた。すでに半壊状態であったが、低速で静止衛星軌道上に向け進んでいる。その姿はまるで勇気のごとくであり、いかなる攻撃でも惑星破壊兵器は止まらないとさえ思わせた。しかしザナ地球艦隊はもうその姿に動じることはなかった。35日間戦ってきた兵器は確実に死を迎えつつある。これよりチャージドアローレーレーザーを発射する。 T-60 セカンド、全艦対衝撃防御、想定射線上より退避せよ。ジャスティンが告げ、残存する艦隊は最後の防衛陣形を崩し、惑星破壊兵器の側面へと退避していく。発射まで残り10秒。その瞬間、宙域は静けさを取り戻した。全ての将兵の視線は一つの巨大な砲塔と化した。マルタン、タイコンデルが巨幻に注がれる。8、7、6。迫るカウントダウンにジャスティンの指が震える。この戦いの責任を全て負えるか。止まらない呪文の中でジャスティンは凛と響いた声を思い出した。120時間前、一つ目の惑星破壊兵器を破壊した白い光。まだ大人になりきっていない若者が発した凛とした声の幻聴をジャスティンは聞いた。俺がやる、とその声の主は言った。恐れも後悔も全て振り切り、明日だけを見据えた声だった。その声を思い出したジャスティンの震える指に芯が通っていく。人は自身の限界を超えた時に一段強くなることができる。トリガーを握るジャスティンの指にパウロの、ミナミの、マルタン、そして数え切れない英雄たちの指が添えられていき、震えを吸い取る。残り3、2。次の瞬間、ジャスティンは自覚するよりも先に叫んでいた。全てを押し潰そうとする絶望に全身の細胞が抗い、生きたいと叫んだかのようだった。その場にいる全ての者たちの意志が共鳴し、ジャスティンの生体を震わせた。チャージドアローレーレーザー撃て。次の瞬間、世界は白に染まった。放たれた一撃は砲撃の範疇では語れない。もはや生計を揺るがす波動であり、新たに権限した超新星のようだった。そのあまりの激しさに見る者の網膜が白一色に染まる。宇宙の漆黒と絶望だけが支配した暗闇を全て消し去り、世界を白に染め上げていく。3機のオリジナル型ドライブが同調し作り出した粒子の超新星は、確かな指向性を持って惑星破壊兵器へと進んでいった。それはまるで巨大な竜が渦を巻きながら食らい尽くすかのようだった。次の瞬間、一定速度で進むはずの惑星破壊兵器が前進を止め、荒ぶる粒子の竜が惑星破壊兵器を飲み込んでいく。解放されたエネルギーの衝撃は即座に空間へと伝播していき、運動エネルギーを持った粒子の波と電磁波の嵐が艦隊を襲う。解き放たれた三乗型チャージドアローレイレーザーの威力は凄まじく、光の渦は進路を狂わすことなく惑星破壊兵器中心部一点に集中した。光の刃は惑星破壊兵器の傷跡を一気に広げ、中核を守る装甲板を瞬時に消し飛ばしていく。原初の光によって構成された刀は、装甲と内部構造、内部で戦った多数の将兵たちの肉体とコンパクすらも消し飛ばしていった。惑星破壊兵器が白い本流に飲まれていく光景をジャスティンは見た。チャージドアローレイレーザーの光が惑星破壊兵器の表面装甲を全てを焦がし、中央を射抜く。惑星破壊兵器の内部を構成するあらゆる通路、部屋、空間に炎と粒子の嵐が吹き荒れ、核兵器をぶち破っていく。全ての光が3隻から放出され、その柱の全てが惑星破壊兵器に吸い込まれるように起立していく。規格外のエネルギーを受け止めた惑星破壊兵器は内部から破壊し、装甲と装甲の継ぎ目から赤熱の炎を吹き上げ、マグマのように発光していく。全ての砲撃が終了し、チャージドアローレイレーザーの発した巨大な衝撃波と電磁波によって、地球ザナ艦隊の大半は一時的な機能停止に追い込まれた。宇宙に静寂が戻り、灼熱紙崩壊をはじめ巨大な破片を撒き散らす惑星破壊兵器のみがその宙域を彩っていた。砲撃を放ったマルタも砲撃の反動に耐えきれず、タイコンデルカと巨幻もまた接続を解除し、動力のほとんどを失いながら
地球の重力からかろうじて離脱していく。終わりつつある戦場の中で、ジャスティンは確かにトリガーを引いた指の感覚を感じていた。網膜には直近に発生した超新星のような光の本流が焼き付いていたが、定まらない視線で惑星破壊兵器の速度計と残り時間を見つめた。一定速度を保ったはずの兵器はチャージドアローレイレーザーの直撃を食らい、速度を著しく低下させ、少しずつ前進していたものの、やがてほとんど動かなくなった。宣告された予定時刻まで8分を告げた時だった。円錐状のクレーターが出来上がった惑星破壊兵器は燃え盛り、巨大な破片を散らしながらついにその足を止めた。ほとんどの艦が機能停止に追い込まれており、全ての将兵たちが固唾を飲んでその光景を見守っていた。タイマーは数字を減らしていくが、惑星破壊兵器は動きを止めたままだった。艦内には時間が過ぎる音だけが響いていた。爆発の光は止まず、惑星破壊兵器は中央部から火を吹き上げている。誰もが勝利宣言することはなく、静かに沈黙した惑星破壊兵器に視線を注いでいた。少数の艦艇は稼働状態にあったが、静けさが支配する宇宙空間では、無駄に砲撃すれば惑星破壊兵器を目覚めさせてしまうのではないかという恐怖すらその空間にはあった。粒子オーバーロードを起こし、機能の大半を喪失したタイコンデロが艦内でジャスティンは祈るように念じる。残り時間は7分を切り、惑星破壊兵器の発光は収まりつつある。戦いは終わった。直感的にそう思ったが、すぐに我に返った。ジャスティンは機能を維持している残存艦隊に攻撃命令を下した。一瞬の油断すらも見せてはいけない。相手は宇宙連邦だ。もう同じ過ちを繰り返すつもりはなかった。すでに残存するザナ艦隊からも継続射撃が放たれ、死体に蹴り込むように各艦隊から砲撃が突き刺さっていく。艦隊は狂ったように砲撃を再開した。この35日間の憤懑、怒り、不条理の全てを晴らすかのように、ありとあらゆる攻撃が惑星破壊兵器の体に叩き込まれていく。無抵抗のまま撃たれ続け、爆発を続けていく惑星破壊兵器は原型を維持していなかった。それでもジャスティンは気を緩めるつもりはなかった。これまでの全ての絶望を忘れることはできない。惑星破壊兵器に異常は？惑星破壊兵器周辺にまんべんなく配置されたザナ艦隊に異常がないか念押しする必要があった。ジャスティンの懸念を理解したマルタンは、艦隊の広範囲レーダーを駆使して異常がないかを常時確認させていた。それらの情報を一元管理する要塞フェルバルトの指揮官ヤニングスが応答する。異常はありません。惑星破壊兵器装甲の完全貫通に成功しています。おそらく中心部。慎重にうなずいたジャスティンは全艦隊に砲撃の継続を要請した。この戦いの勝利の定義は、彼らが宣告した時間が過ぎてもなお地球が無事であることだ。さらに5分が経過した。惑星破壊兵器は依然として停止したまま、全方位からアローレイレーザーを打ち込まれ続け、さらなる爆発が生じている状況にあった。もはや燃え盛る鉄の塊となっていたが、ジャスティンはまだ勝利を信じていなかった。異常な復讐心に駆られた人間のように、ジャスティンは何度も命令を発する。艦隊に次ぐさらなる砲撃を加えよ。目標を完全に破壊するのだ。中心部に向けて、さらにアローレイレーザーと地球艦隊の砲撃が集中し、いくつもの壁を失った惑星破壊兵器が内部から爆発していく。亀裂と爆炎はすでに全体に広がっており、燃える火の玉が青き惑星の前で瓦解していく。その光景を確認したジャスティンは、ようやく勝利の実感が湧くようになってきた。もはや惑星破壊兵器は球体でも漆黒でもない、燃える鉄くずだ。最後の5分間、地球ザナ艦隊は追い打ちとばかりに砲撃を叩き込む。この35日間の鬱屈を惑星破壊兵器の死骸に叩きつけた。ジャスティンの脳裏にはこれまでの日々が一気に蘇ってきた。35日前、ワシントン襲撃があった日、尊い90万人の命が突如失われ、平和が突然奪われた。息子のアレンを失った。翌日、地球艦隊1万2000隻は月面基地に集結し、海王星軌道方面へ進撃を開始した。宇宙連邦と名乗った組織のことも、これから戦う相手のことも何もわからないまま。22日前、突如現れたザナ艦隊により海王星艦隊が壊滅した。そして15日前、天
天王星軌道中域でザナ艦隊と初めて矛を交えた。激闘の末、ザナ艦隊12隻を相手に勝利を収めた。文字通り全身全霊をかけた地球艦隊総戦力による軍事作戦により、敵艦隊に打ち勝った事実は大いなる光を与えた。2000隻以上の艦隊を失ったが、ザナ艦隊に勝利したという戦果は地球人類に生きる希望と活力を与えた。地球艦隊は決して非力で無力な艦隊ではない。誰もがそう信じ、ザナ艦隊本体との戦いに準備を開始した。流行る惑星破壊兵器撃破の思いを抑えて。10日前、ザナ艦隊200隻との艦隊戦が始まった。入念に作戦を用意したこの戦いでもまた2000隻以上の艦隊が葬られた。圧倒的な強さを誇る総統艦の前に絶望する中、戦況は一変した。かつて月面で救助したザナ艦隊総司令官の登場により、総統は最終的に自害し、地球艦隊とザナ艦隊の戦争は終結した。ザナ艦隊が宇宙連邦に反旗を翻した日だった。5日前、度重なる攻略作戦を耐え抜いた惑星破壊兵器に準惑星ケレスが衝突し、全艦隊の攻撃に加え、パウロの起こした奇跡によって惑星破壊兵器は最終的に動きを止めた。しかしそれはダミーに過ぎなかった。本命の惑星破壊兵器はすでに水星軌道にまで迫っていた。3日前、絶望の最中、艦隊は惑星破壊兵器内部突入作戦を編み出し開始した。銀河帝国艦隊が現れ突入を阻まれた。それでも惑星破壊兵器のフィールドを解除し、銀河帝国艦隊を打ち破り、艦隊による総攻撃作戦を始めることができた。そして今、惑星破壊兵器は動きを止めている。ようやくこれまでの犠牲と苦痛が報われようとしている。地球が安寧の日々を取り戻そうとしている。次の瞬間、最後まで砲撃を続けるタイコンデロガの中で、惑星破壊兵器到達のタイマーが0秒を告げた。その音は長い戦いの終わりを告げる音だった。35日間の悪夢の終わりを告げる音が鳴り響き、艦隊は砲撃を中止した。宇宙連邦が宣告した時間はすでに到達していたが、惑星破壊兵器は炎に沈む死骸を晒すのみで、地球はリセットされていない。1秒2秒待っても何も起こらない。客観的に言えばそれは短い時間だったが、この戦いを必死に生きてきた将兵たちには永遠とも思える長い長い1秒だった。35日間のあらゆる絶望と国家が光によって浄化されていくようだった。リセット予告時間から5秒が経過しても何も起こらず、誰もが止めていた息を吸った。そう、明日が来たのだ。宇宙連邦が予告した滅亡宣告時間を超えて、地球文明は確かに存在している。地球人類が今ここにいることこそが宇宙連邦への勝利を意味している。6秒が経過する頃には艦隊の誰もが声を上げた。もう絶望しなくて済む。誰もが階級を忘れ抱き合った。涙を流し叫び、静かな宇宙空間を歓声が包んだ。絶対的な状況を乗り越え続け、奇跡を綱渡りし、地球は生き残ることができた。殲滅予告時刻から10秒が経過する頃にはジャスティンを含む誰もがそう思った。やっと報われる。ジャスティンの涙腺が緩みかけた時だった。燃える惑星破壊兵器の前身に強烈な光がほとばしった。複数の通信が艦内で飛び交った。ほとんどが混乱と悲鳴の声だった。目を開けることもできないほどの閃光と、システムが狂うほどの衝撃。何が起きているのか理解することもできないまま、ジャスティンは10秒前に否定した小さな疑念を追憶した。惑星破壊兵器は確かに動きを止めた。だが原因は我々の艦隊砲撃ではなく、自ら止まったのだとしたら。あの時一瞬だったが確かにそう感じた。全身に鳥肌が立ち、走馬灯のように35日前に宣告されたセリフが一言一句全てが蘇る。地球は今から2000年後、宇宙にとって有害な存在になる。これは我々宇宙連邦が未来予測装置によって導き出した答え。よって35日後に惑星破壊兵器で地球文明をリセットする。視界がまばゆい閃光から解放された時、惑星破壊兵器は全身から殺戮的な光を放っていた。何もわからないまま、それらの光は一点に集まり、どこかへ向かおうとしている。まさか。その瞬間、結果を察知した。嘘だ。あれだけの砲撃を加えたのに、もう戦いは終わったはずだ。だが勝敗が決まった時のように、突然これまでに命を落とした連合艦隊の同志たちが脳裏をよぎった。ワシントンで散った合衆国大統領、閣僚、息子、
海王星軌道で散ったセルバーティ統括司令と2000隻の精鋭部隊、天王星軌道中域で命を落としたファルティンクス、ヴィクトル艦突入作戦で南を守るために戦死したベルナデット、ヴィクトル艦の猛追を止めるために勇猛果敢に戦ったローマ艦隊のベネディクト大佐、総統との戦いで命を落とした2000隻余りの艦隊、惑星破壊兵器を命と引き換えに撃破したローマ教皇パウロ、惑星破壊兵器突入間近で銀河帝国艦隊に吸収されたウィルセン将軍とアノキー連隊長、宇宙連邦の技術を得た銀河帝国殲滅兵器の前に散ったデモーナ司令、惑星破壊兵器に突入し消息が途絶えた突入兵たち、フィールド発生装置の破壊を対象に命を失った鉄王連隊長とリベラ義勇兵、100億人のために伝えたかった。彼らの死があってこそ今我々地球人類は生きていることができているのだと、そう伝えることがこの戦いを生き抜いた人間の使命であり、彼らに報いることができる唯一の方法だと信じてきた。だが無情にも破壊を意味する巨大な光が地球へ舞い降りた。あまりにも束の間の出来事だった。止められなかった。35日の戦いを嘲笑うように最も避けたかった惨劇は目の前で繰り広げられた。それは殲滅予告時刻から10秒遅れて起こった出来事だった。燃え盛る死骸となったはずの惑星破壊兵器の中央部から白い光の柱が地球に降り注ぐ。その光の範囲は直径 200km を超え、ユーラシア大陸の西側、旧ルーマニア領に着弾した。光の波動は続き、その直径を広げていく。その光の渦に巻き込まれた地表は、時を戻したかのごとく、人類の痕跡は砂のように崩れ去り、次の瞬間光は海を渡り、山を越え、人類が数千年にわたって築いてきた文明を踏みにじっていった。光の柱は瞬く間にヨーロッパを覆い、アフリカ大陸、ユーラシア内陸部へと広がっていく。その光景はまるで地球を作り変えるかのようだった。人類の文明の痕跡を残らず消し去り、次の瞬間光の壁は南半球に渡り、最後にアメリカ大陸を飲み込み、地球の全土を白い光で覆っていった。青き惑星から人類の存在が消えていった。瞬きすらできないジャスティンは、彼らが言っていたリセットの意味をようやく理解した。一切の感情を感じることもなく、ジャスティンの方に冷たい一筋の涙がこぼれ落ちた。の35日間地球艦隊は死力を尽くした。多くの仲間の犠牲も、100億人の命を救うためと思い、誰もが飲み込み立ち上がってきた。地球を守れるのならば地球艦隊は全滅してもいい。誰もがそう考え戦ってきた。地球を守ることだけは絶対条件だった。艦隊はできうる全てのことをやったはずだった。運も味方にしてきた。しかし結果は彼らが宣告した通りだった。地球は誰かが決めた未来に抗えなかった。光は瞬時に全大陸に広がっていった。100億人の人間を全て飲み込んで、滅亡の光が地球を覆った瞬間、惑星破壊兵器は多大な重力波を残して姿を消した。それは宇宙連邦が宣告した破滅勧告からわずか10秒の遅れだった。その日から地球に明日は訪れなかった。この日、地球文明は滅びた。絶対的な力の前に誰もが呆然とするしかなく、寸刻前は歓声に包まれた艦隊は、同国と丁寧に支配された。
光の壁に覆われた地球は原始の状態となり、人類の痕跡のすべてが消え去った。誰も救えなかったジャスティンは、その身が果てるほど叫んだ。何もかもがわからなかった。なぜすべてを失わなくてはならなかったのか。なぜ、惑星破壊兵器が現れ、35日をかけ進行し、地球が滅亡しなくてはならなかったのか。この時のジャスティンには、宇宙から見ればたった一つの辺境惑星を滅ぼした理由すらわからなかった。誰一人として事実を飲み込めずにいた中、異空間から一人の男が帰ってきた。宇宙連邦と接触した宰相アリノンは淡々と事実を伝えた。その事実とは、ザナ領土と本星に向け大量の惑星破壊兵器が向かっていること、そして時を同じくし、その他勢力の惑星に対しても大量の惑星破壊兵器が同時多発的に送られているということ。その報を受けたザナ艦隊は本星防衛任務に就くべく姿を消していった。ザナ星間共和国首都星ザナ。どうして惑星破壊兵器が、マルタン総司令はどこに行ったんだ。ザナの終焉がこんなものと。ニルギー司令、我らのアルバントが。因果帝国首都星アルバント。なぜロクザリオが首都に攻めてきている。ザナを攻めればよかったのではないのか。なるほど、宇宙連邦協約を破る。ロクザリオ騎士団の首都星グリザリオ。我らの本隊は銀河帝国首都に向かってしまった。これでは支えきれない。騎士長諸君、貴殿らと共に戦えて光栄であった。何時らに幸あれ。フェイアビナ首都星バラキュー。相手もはや持ちません。退避を。行けバスタス。我らと同じ過ちを繰り返すな。太陽系カイパーベルト。行くぞヤキース。我らの時代だ。はテオ。翌日、残存する地球人類は宇宙艦隊の250万人と政府避難船の100万人、合計350万人、目下は食料資源問題と政府組織の再編に暗く閉ざされた作戦室で参謀が告げる。光の壁を越える手段を持つザナ艦隊は惑星破壊兵器阻止のために去り、地球艦隊だけが太陽系に残されていた。ザナからの知らせもなく、ただ絶対真空と絶望の中で人類は凍えていた。時は過ぎても、失われた同胞の多さに誰もが考えることを諦め、人であることすらも諦めかけていた。発言を求められたジャスティンも暗い顔でうつむき、誰も発言せず時間だけが過ぎていった。守るべきものを失った者たちは、誰もが現実から目を背けることでしか時間を超えることができなかった。だからだろうか、誰もレーダー反応にすぐに気がつかなかったのは。35日前と同じ声が告げる。私は宇宙連邦のレイ、ある方の意思で独自に行動している。機関など対話する用意がある。遥か彼方メンデルン中域、星の輝き一つない真の暗黒のみが存在する巨大要塞中枢の周辺には、任務を終えた巨大な球体兵器が集結し始めていた。その要塞の中で5人の宇宙連邦最高幹部は深く座り込んでいた。ある者は眉間にシワを寄せ、ある者は両目をつむっている。その沈黙の中で別の男が立ち上がる。保存は完了した。では始めるぞ。ほぼ同時に隣の男が表情を一つ変えずに続けた。終わらせる。政府避難船医療セクター。その日、久々に目覚めた彼にとっては日常とさほど変わらない朝のようだった。肌寒い部屋の風が彼を長い夢から呼び起こした。刺すような部屋の光が彼の網膜に突き刺さり、未だ倦怠感の残る意識を叩き起こした。動悸も激しく、冷や汗をかいていることに今更ながら気がついた。どうやら悪夢を見ていたらしい。残滓がまぶたにこびりつき、嫌に目が冴えている。彼は記憶をまさぐり、頭が痛むのを感じた。自分はどれだけ寝ていたのか。カレンダーを見ようとした時だった。視界に大人の顔が入った。やっと目を覚ましたか、新兵。地獄へようこそ。彼は病室の窓の外に、寂しげに浮かぶ地球艦隊機関と、夜の街の明かりが止まらない変わり果てた地球を見つめた。そこに求めている答えがあるはずだった。
宇宙連邦は倒せる。そういうことか。